ね、まさかの和装で登場ということで。そうなんですよ、いかがでしょうか。かっこいいですね。梅雨を吹き飛ばす爽やかな感じが出ております。神社にぴったりじゃないでしょうか。知ってます。もう私自分でも、ね、分かってらっしゃるということで。あ、そうですね、前半はでも僕はやはりドラマのお仕事などもありがたいことにいただいてまして、それと料理番組の方も、まあ、これがもう6年目に入ったので、もうそんなになりますか。それも継続してますし、しかもその番組も6年目に入って、この間ちょっとね、確認したら、はい、1300品行ってましたね。あ、そんなに、そうですか。細かく言えば1330何品だったんですけど。まあ、それだけのレシピをね、考案されてるっていうのもすごいなと。感謝の日々ですよ。実際にご試食いただきます名越ご飯はおすすめレシピのものでございます。アワを含む10種の雑穀米にゴーヤ、干しエビ、赤パプリカ、玉ねぎを使った丸いかき揚げ、そして生姜とレモンのおろしだれをかけました名越ご飯となっております。ちょっとレシピの足しにしてもらってもいいですか。これ、これから何か改善点が何でしょうか。番組の方でもいかにも僕が編み出したかのように。はい、あ、いや、紹介していただけるんですか。名越ご飯を、はい、僕が作るとしたら、まあ、やはりこういった揚げ物ですから、はい、もうこれはこれでも本当に美しいですし完成してますので、そしたら夏野菜使ってますから、これ以外のことを考えると、やはり今このこれから暑くなってくるのに、やっぱりこうシーフードっていうものが欲しくなりますよね、はい、なので例えばイカとかエビとかっていうものをかき揚げにする、はい、これを揚げます。でこれ緑と赤が入ってますので、はい、例えばこの時期にとても美味しいその大葉だったりとか、大葉も爽やかで、そう、あとみょうがってありますよね。みょうがもいいですね。でこれらをこう切っていくんですよ、千切りして。で、はい、その上に、うん、トッピングするっていう。なるほど、はい、で今回こういったおろしだれとか使ってますけれども、はい、僕だったらですね、まあ、日本人が僕たちが好きなお茶、お茶、まあ、そのまま召し上がって、でその後は飽きたらお茶をかけて茶漬けにする。おお、よくかき揚げの後に天茶っていうんですか。天茶みたいな感じですね。はい、でまたちょっと飽きてしまったら氷を入れて冷やし茶漬けにすることも、あ、なんかいいのが出来上がっちゃった。おー、夏やっぱ食欲落ちますから、冷たいお茶漬けだとサラサラっといけますよね。しかも一つの丼で3通りの楽しみ方があるっていう。なるほど、いろいろアレンジできそう。